どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、美の氷スタイルで、チャブキャノンを使っていこうと思うよ。お、懐かしいなそのグライダー。ペンギンちゃん、久々の登場ですね。さて、チャブキャノンを撃ってくれるレメディは、今ピン刺してる A か、クラッキークリフスにいると思うんだよね。その2箇所は、結構距離が近いよな。うん、だからまずはこの A にいるか確認。ここまで近づいても吹き出しマークが出ないってことは、多分いないから、そのままクラッキークリフスに進路変更よ。お、いいじゃんいいじゃん。なんとか崖の上に着地できそうだな。ちょっとあさるの遅れちゃうけど、まあそこまで問題ないでしょう。いきなり青宝箱、ラッキーですね。もうシールドマックスにできるじゃん。逆に言うとチャブキャノン使う機会が減っちゃうね。そうか、買ってすぐ回復できるから。序盤でシールド足りない時にも便利なんだな。あ、それより聞いてよ。2月3日に、スイッチの大会が開催されてたじゃん。そういやそうだったな。バグで参加できませんでした。あちゃあ。なんか、ロビーからいくらボタン押しても入れなかったのよ。こうすればできますよって方法を教えてくれた人もいたんだけど、正規のやり方じゃなさそうだったし、参加は諦めたわ。なんか、報酬で可愛いスキンもらえるみたいだったし、動画にもする予定だったから、結構ショックよね。せっかくのスイッチ限定大会だったのにな。こういうことがあるとモチベ下がっちゃうよな。まあ、そこにレメディーいるみたいだし、気持ちを切り替えていきましょう。お、銃声が聞こえるな。チャブキャノンを使うには、奴らを倒さないといけないみたいですね。まずは凍ったフィッシュステック。まだいるみたいだな。ツルハシで壊して、ヘビアサで倒すわよ。よし、これで落ち着いてチャブキャノンが買える。インゴット600個必要だな。うぐ。結構高いわね。まあでもそれだけの性能はあるでしょう。バンテージバズーカと同様、インベントリの枠は2つ消費するんだな。そして、射出されるのは包帯ではなくチャグスプト。これ1つ持ってたら、他の回復アイテムはいらない感じだな。それは便利だよね。ただ、自動回復するとはいえ、5発までしか連続で撃てないから、そこは注意が必要ね。効果を実感するために、1回自称してみようかな。不良品だったらすぐに返品しないといけないから。いや、返品なんてできないけどね。よし、バッチリ回復した。それはいいんだけど、結構でかい音するんだな。漁夫を呼びそうだから、そこは気をつけないと。あ、そういえばここの魚って動くのかな。おい何やってんだ。近くでめっちゃ爆発音聞こえてるだろ。油売ってないで向かうんだぜ。どこだろ？この上の家かな？あ、めっちゃあっさり倒せたわ。ブルータスってやっぱりヒットボックスでかいんかな。どうなんだろうね。いろんな説があるけど、私の体感的には弾当たりやすい気がするわ。お、あれは明らかにボットね。さっきちょっとしか自称しなくて、実際どのくらい回復できるのか試せてないから、ここであえていっぱいダメージを食らって、検証しましょうか。よし、こんくらい食らえば OK ね。さあ、一発でどのくらい回復する？え、15？ 20じゃないの？ジャブスプーンは少し劣るみたいだな。マジか。全部打ち切っても75しか回復できないじゃん。うわ、そんなことやってたら本物の敵来たぞ。やばい、もう回復できないよ。てか相手3ブームスナイパーじゃん。倒せたら使えるぞ、頑張るんだぜ。ヘビ砂じゃないから、ちょっとくらいなら顔出してもいいかな。ワンパンはないからな。スカー一発だけ当たったわ、ショックウェーブで詰めちゃおうかな。おっと、相手さんミスって自分の建築に爆弾を、この隙を見逃さずに攻め込むわよ。あ、こっちか。ジャンプはまあまあ良かったが、エイムが。ここでチャブキャノンが溜まったから一発使っていくよ。でも結構隙ができちゃうな。正直今の場面は普通に撃った方が良かったね。よっしゃー、ブームスナイパーゲット。エキゾチック2つも持てるなんて贅沢だな。さて、回復回復。結局敵が落としたポーションのムンカイ。だって、チャブキャノンはできるだけチャージしておきたいじゃん。まあそれはそうだけども。使ってみた感想としては、そこまで強くないかなーってのが正直なところね。やっぱり一度にできる最大回復量が75っていうのと、今みたいに漁夫が来た時の対応が難しいからね。いくら使ってもなくならないという安心感はあるが、普通敵倒したら今みたいに回復アイテムゲットできるもんな。お、あそこに敵だ。こっち気づいてるのかな？うわ、めちゃくちゃ建築するじゃん。今の当てたかったな。まだだ。よし、くっついた。ここから60ダメージが入るぜ。割れた、ってことは元からシールド少なかったのかな？
早く詰めたいけど、ショックウェーブさっき使っちゃったから、頑張って走るしかないわ。回復されちゃったかな？おっと車の音だ、びっくりした。さては回復せずに、そのまま逃げ切るつもりだな。そうはさせるか、待てそこのタクシー。やったぜ。おお、車の中で倒した。無人のタクシーがそのまま坂を下っていくぜ。なんか、車の中の敵倒しやすくなった気がする。最近結構こういうキル多いもん。確かに今のキルも、角度的には当たるの不自然だからな。車の当たり判定は結構ガバガバなのかもしれん。おっと、タクシーの行き着いた先に別の敵が。これはチャンス、しっかりとくっつけてやるわ。お、しかもこれは2発目も爆風当たりそうだな。ふふふ、楽しいなこれ。安全なところから爆弾撃ちまくる快感。あの人、敵に挟まれてるのか。しかも反対側からはドラゴンブレススナイパーか。エキゾチックに挟まれてかわいそうね。責任の半分はお前にあるんだよ。相手さん、たまらず逃げ出したか。直接当てるのではなく、動いた先を狙ってみたけど、ちょっと難しいな。残念だが、君に安息の地などない。いくら建築しても爆弾と炎で壊される。さすがに不憫すぎるぜ。くそー、でも見失っちゃったかも。奥にもう一人がいるぞ。ほんとだ、そっちから狙ってみましょうか。あ、ダメだった。まあ場所は私が有利だから、そのうち倒せるでしょう。お、敵同士戦い始めたぞ。これはチャンス。おお、ちょうど勝った方にくっつけたな。相手さんパニックになってるでしょうね。スカーでとどめを。ってやばい、全然当たんない。ああ、あとちょっとで倒せたのに。また走って詰めないとだな。あ、別の敵に倒されたっぽい。あんなところにいたとは。ブームスナイパーで倒せるかも。とその前に回復回復。ジャブキャノン、結構役に立ってるじゃねえか。今回はソロだけど、チーム戦とかだとさらに輝きそうね。さて、向こうの敵こっち来なきゃいけないから、進行方向に思いっきり爆弾くっつけてやったわ。あ、でもかわされちゃったな。とはいえ相当きついはず。って、なんであんなとこで止まってんの？なんか踊ってるし、意味わからん。まあ、倒せそうだからいいんじゃね？ちょっと気になるけど。とりあえずこれでおしまいね。って別の敵飛んできてるー。くそー、マジで何だったんだあいつ。完全に気を取られちゃったな。まあ、いろんなエキゾチック使えたからよかったわ。ということで、チャンネル登録や高評価、クリエイターサポートはグサをゆっくりまで、よければよろしくだぜ。それじゃあ、また別の動画で会おうね。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。